カーグブリー教は、スコットランド貴族のロード・オブ・パーラメント。マクレラン氏族の直系子孫、ロバート・マクレランが1633年に除されたことに始まるが、1832年以降は休止の状態にある。一族の旧邸宅マクレラン上教員に対する、紋章一式聖職者、ロバート・マクレランは、マクレラン氏族の祖パトリック・マクレランの直系子孫に当たる人物でありながら、 青年期は、素行不良で知られる荒くれ者であった。それにもかかわらず、ジェームズ6世及び、チャールズ一世付新出官長に任じられた後は、英達し、1631年には、ノバスコシア順断尺くらいの順断尺を得たほか、1633年5月25日には、スコットランド貴族として、カークブリー教に除されている。この位は、直非直を問わず、 マクレランの名と紋章を継ぐ、初代教の男子相続人といった、極めて広範な継承権を認めるものであった。初代教には、男子がなかったため、爵位は、老いのトマスが相続した。さらにその子である三大教ンは、熱心な応答派で、あったため、イングランド内戦においては王家に対して惜しみなく、資材を投じたことで、家計は逼迫して領地は散逸した。爵位は、 一人息子ウィリアムが相続した。四代教ウィリアムは、生涯未婚のまま死去すると、八代教ジョンまでは、爵位の継承を主張する人物は現れなかった。その後、手袋製造業者の息子、ジョン・マクレランは、カークブリー教位継承者として、誓願を行った結果、18世紀後半に、これが認められたため、第八代、カークブリー教を正式に継承した。 彼の後は、長男ショルと次男カムデンの順で継承された。しかし、十代教カムデンは娘があるのみであったため、同人の死をもって爵位は休止となった。一族のかつての邸宅は、カークブリージャー州カークブリーに位置するマクレラン城だったが、七代教の時代に一族の手を離れて、現在はヒストリックスコットランドの管理下にある。休止とは、 借位を継承すべき男子が存在する可能性があるが未確定あるいはその権利保持者が借位回復に対する請願を行っていない状況を指すこの場合廃絶扱いできないためあえて休止と表現する従って回復可能性のあった男子全員の死が立証された場合その借位は改めて廃絶となるまた 権利保持者存在性の明確さにおいて、停止とは異なる概念を有している。順断尺くらいの領地指定部分に関しては、各文献とも記載がないため、本記事では、単に順断尺とのみ呼称する。爵位継承視聴者が現れなかった理由は、一族の困窮によるもので、スコットランド貴族名官によると、例えば、デジュリで七大教とされるウィリアム・マクレランは、 エディンバラで小さな手袋製造業を営みつつ、生計を立てるといったように生活は決して、貴族前としてはおらず、とても爵位を名乗るような経済的余裕はなかったとしている。爵位の継承規定は前述の通り後半に取られているため、男子継承者が存在しないとも断言できないことから、休止扱いだが、今日まで、その相続権を証明できた者はいない。ありがとうございます。